はじめまして。はじめまして。ポニャです。私の、初コラボなんですけど、よろしくお願いします。こちらこそよろしく。今日これから、とんかつを食べに行こうと思ってるんだけど、はい。日本食は基本的に好き？はい、私はとっても好きです。でも、本当に久しぶり、食べてないから、うんうんうん、とても楽しみにしています。お腹は空いてる？お腹空いた。オッケー。じゃあ、早速行きましょう。行きましょう、行きましょう。東京に3週間くらい前に来て、その前は北海道に住んでたんだ。ずっと北海道。ずっと北海道。はい。ああ、そう。乾杯。乾杯。フルーツトマトとお出汁を使ったサラダです。バルサミコ酢で仕上げたとんかつのソースと国産の瀬戸内のレモンです。こちらをカツの方に入れていただきました。この花びらも食べられますか？食べられない。はい、食用感の菊です。わかりました。あ、すいません。いい、すいません。すごい。とんかつイコール定食屋みたいな、すごいローカルな店でとんかつ食べるみたいなイメージだけど、結構すごいおしゃれだよね。おしゃれですね。どうやって食べたんですか？いただきます。うん、美味しい。私初めて今花びら食べた。面白い。ちょっと苦くて美味しい。うんうんうん、トマトは好き？あ、好きです。なんか肌に良くて。あ、そうだね。そう、だからアンチエイジング。そうそうそう。おばちゃんだから。いや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 。昨日はおそばね。うん、美味しい。すごい甘いね。甘いですね。うん、これ銀なんて、わかる銀なんて。なんか食べたことある。全然味覚えてない。なんかさ、イチョウの木ってわかる？イチョウ。銀行って言うんだけどさ、英語で言うと。あ、わかりました。黄色いお酒のつまみに最高なんだけど。あ、本当ですか？ウーロン茶だけど、まあ、ありがとうございます。うん、あったかい。びっくりした。うん、うん、なんか枝豆みたい。うんうん、うん、今はほら秋だから季節の食べ物。なんかよく日本には、うん、まあ、冬、まあ、春夏と季節によってやっぱり違うの食事とか作る。そうそうそう、そうですね。これはすごく私ロシアないですから、なんか楽しみ、いつも楽しみにしてます。そうか、ロシア出身。ロシアよね。あ、ロシアです。はい。忘れてた。ずっとロシアに住んでて、うん、本当にずっと憧れて日本のこと、本当にちょっと遠くなんか住んでたから。まずヒレ肉からですね、はい、食べ方なんですけど、まずは上に乗ってる薄い肉汁からちょっと吸っていただきまして、その後こちらのお塩でソースご用意してますので、お好みでという感じですね。どうぞ。美味しい。塩をかけます。うん、あっち、うん、美味しい。なんか柔らかくて美味しいです。うん、いや、初めて食べたかもしれない。うん、めちゃめちゃ柔らかい。ちょっと待って、とっても美味しいですね。ちょっとさっぱりします。レモンかけて、うん、うん、美味しい。毎日食べたらいいな。本当に。続きまして、今度こちらがランプというお肉ですね。このお尻の方のお肉になりまして、だんだん味わいも強くなってきます。はい。うん、美味しい。そう、全然感じてなかった。なんか油すぐ溶けて、でもとても美味しいです、うん、食べてみたいと思います。美味しい、めっちゃ美味しい。あとはお塩とソースですね。あとは、レモンを使って、うん、
美味しい。じゃあこれは内ももという部位ですので、まず何もつけずに一口召し上がって香りを楽しんでいただいて、はい、その後ですね、お手元のレモンを使っていただいて、お塩とレモンを使っていただいて、うちの母もとっています。ハイネック。おいしい。美味しい。ももですね。うん、そうそうそう。美味しい。美味しい。うまい。美味しい。うまいですね。あの、もも一番好き。あ、そうなんだ。うん、美味しい。うん。レモンと一緒に最高。美味しい。あて。うん、甘くて美味しい。普通とんかつっていうとさ、ロースカツとかヒレカツとか大きいのがドンとくるんだけど、そうするともう一種類だけじゃん。そうです、ね、でもここはやっぱりいろんなコースでいろんな部位を楽しめるからいいと思います。なんか本当に初めてです。梅酒とかあるかな、うん、梅酒が好きです。梅酒ってありますか。あ、じゃあ梅酒のソーダとかロックとか、はい、水割りでお願いします。なんか久しぶりに飲み、うん、飲みたくなった。え、かわいい。はい、ちっちゃいミニバーガー。ミニバーガー。こちらがですね、野生のメンチカツを使いました。メンチカツバーガーでございます。よし、お店で乾杯。わあ、おいしい。最高。じゃあちょっと待ってください。ミニバーガー。いい。やっぱこれ見てください。なんてかわいい。ちっちゃいのパイナップルジュースです。パイナップルジュース。かわいい。ちっちゃくて押してちょっと気をつけます。服につかないように気をつけて、はい、これ私の好きなバーガーになります。美味しい。梅酒と一緒に。美味しいです。そうで、私は2018年の10月は日本に引っ越ししました。あ、そうなんだ。じゃあ日本に来てまだ3年ぐらい。3年、ちょうど3年。何がきっかけだったの、好きになったって。あの、正直私のお姉さん、もともと日本のことは興味があって、あの本当に歴史とか、まあ、アニメとかの漫画の文化とか私に教えてくれたり、そうなんだ。テレビとか、はいはいはい、なんかセーラームーンとか流れてて、私の姉さんポケモン大好き。そう、私セーラームーン大好き。にその時はあの日本語好きになった。ただ日本語なんか発音、はいはいはい、あ、でもそういう人結構いる。日本語の音が好きで、なんか日本語に興味があって。そうですね、なんか歌みたいに、なんかロシアがちょっと硬いみたいなんだけど、はいはい、なんかやっぱ日本人はもう本当になんかこう柔らかいって、で私の声はすごく高いって言われてて、あの一応私モスクワで、うん、あのラジオ学校とか行ったことあります。そう、私正直ロシア の, あのアニメとかあの声優になりたかったんだけど、うん、そうです。でなんかよくボリーナさんちょっと声高すぎてちょっと笑った方がいいって日本語とか勉強を頑張ってなんか住めるために、はいはい、なんで北海道なのかなっていうのはすごい。これは普通東京とかさ、大阪とか本当に運命と思います。最初そう飲んでみます。やっぱ美味しい。甘い甘い、うん、ちょっとびっくりした。でも普通に酸っぱいだから。そうだね。北海道はまあ最初ロシア心配してて、東京が大きいですね、なんか人賑やかとか街で、私はちょっと私もともとちっちゃい町あの来たから、あの北海道はちょうどいいサイズ、ちょうどいいサイズ本当に、まあ、しかも気候もね、北海道とロシアってすごい似てるから。そう雪もあるし、そう雪祭りとても楽しいです。でまあ外国人も少ない。あ、そう、ね、これ本当に一番大きな理由と思います。なんかあんまり外国人と喋れないように、うん、そう、あとなんか名前かっこよくないですか。北海道でっかい道。自家製のカニコロッケでございます。熱いと思いますので、お箸で割りながら召し上がってもらっていいですね。はい、
おお、すごい。おいしそうですね。一口でいった。すごい。あっちの。すごいよね。すごい。なんか、スイーツみたい。甘くてめっちゃ濃厚。うん、最初は旅行で旅行で来て、私の誕生日のプレゼントみたい、両親から着いた時めっちゃな、ちょっと涙が出ちゃって、なんか すごいなと思った。日本って全然、なんていうか、その外国人として日本は不思議な国、日本の食事文化とかそうだし、ロシア人、他の外国人にもそれ憧れている日本のこと、どんな国、特に学校ですね。日本の学校はロシア学校、全然違うだから、他の国もそうだけど、みんな見学とかしたい人多いと思います。どんなみんな勉強しているとか、生活、アニメしか見てないから、部活とかやってる人、なんか私だったら多分テニスか、あとなんだっけ、ピアノとかやる、やりたいなって。ロシアないですか？そうだね、部活がないからね。よく知ってますね。もう全然びっくりしない。なんかコミュニティとか行って、学校外で好きな人はスポーツやるみたいなんでしょう。私は近くに違う、違うのところに行ったんだけど、だから学校と近かったっけ、はいはいはい、だから朝水泳行って学校に行って、学校終わったらまだ水泳。なんでだ。はい、続きましてロースでございます。上に来ているのが長野県の初めのという場所で取れました本わさびですね。辛みが少ないという少し特殊なわさびがあります。で、これをね、塗った方がいいって。はい、いただき、うわ、もう匂い感じてる、あのわさびのすごいのが。どうだろう、泣くかな。うん、そんな強くない。美味しい。うん、美味しい。キャベツあんまり食べてないので食べていいですか？全然食べてる。うん、美味しい。ちょっとロシアっぽいバター、バターみんな好きだから、美味しい。あのトリュフって分かる？うん、分かります。トリュフの香り一応入ってるし、バター。はい、じゃあ TKG。 あ、私混ぜます。コーンビーフ。結構中いっぱいになっちゃう。卵の黄身、卵黄、白いところは全部抜いてる。あ、わかります、いただきます。おいしい。ちょっと待って、お前どのように言えばいいかな。でもこのコーンビーフと卵って俺もあんまり食べたことないけど、すごい合うね。めっちゃおいしい。あ、それ言いたかった。私それ言いたかった。うん、最初さ、生卵を食べた時ってどんな感じ？ちょっと抵抗あった？最初はなんか変な味とかでなんかなんでみんな食べるんだけど、なんかだってロシアであんまりそのご飯食べないから。そうだよね。生卵も食べないし、ご飯も食べないし。そう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 、納豆とか。お腹いっぱい大丈夫？お腹いっぱい大丈夫です。とても美味しかったです。初めてこの味を食べてみましたから、最後まで見てくれてありがとうございます。グッド評価とありがとう登録お願いします。ホニャニャのチャンネルも、ね、概要欄に貼っとくんで、ぜひホニャニャチャンネルチェックしてあげてください。名前です。パカパカ。あ、パカパカ。知ってます。